エビスを演じた感想はですね、怒られないかなと好き勝手やらせていただいたので、とても楽しく演じきることができました。本当になんていうんですかね、この言葉が妥当なのかわからないんですけれども、大変ぶっ飛んでいるなと。いやー、めちゃくちゃ面白かったですね。はい、七ラキをね、これからご覧になられる皆様、覚悟してみてください。まあもう本日収録中もですね、自分も笑いそうになりながらやっていたので、見ている方にもね同じ気持ちになってほしいなと思いながら演じさせていただいたので、楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。